皆さんおはこんばんちは、エンターテイナー鍋です。さあ本日も始まりましたダンデラインオスタジオ。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞ。はい、ファイナルファンタジー 4G アフターイヤーズ実況プレイのパート20、パルム編攻略の続き、トロイアに襲撃をかけてきて、クリスタルを奪おうと企んでいるバロンの兵隊たちから、逃げている途中ですね。で、その逃げた先が磁力の洞窟、強力な磁力により金属製の装備をしていると身動きが取れなくなってしまう。まあパルムもレオノーラも魔法使いなんで、金属製の武器は別に武器や防具は装備し、そもそも、その銀の腕輪ぐらいしかできないので、まあ関係はないですね。まあ、時々のミスリルの装備とか、ミスリルの杖とかさ、あるかもしれないから、それはさすがに装備できませんけど、まあ、この二人をね、操作して、進めていきたいと思います。撮影外で他の、リディア編とかヤン編とかのチャレンジダンジョン終わらせておきました。またですね、ちゃんと動画にしてみようかな。あ、でもな、あれ、ただ、突き抜けるだけだしな。クアール、クアールは下手でね、攻撃したくないんですね。ブラスターが怖いから。これバンド出んのかな？あ、これ来た。出なそう。ダメじゃん。死んだ。もう。よし。マインドフラーはマインドフラーを落とさないかな。言ってることに意味がわからん。こいつも隠し召喚獣になるからさ、まあ召喚獣になったところで多分使わないけど。お、アスピル覚えた。なんかちょっとブツブツ言ってる。ちょっと待ってね。はい、すいません、やっていきまーす。コテージ、雲の糸、銅の砂時計。まあ、雲の糸、ありがたいけど、レオノーラがね、スロー使えるから、大丈夫。この時はブレイクで。よしよし。ブラスター即死はしないで。よし。オッケー。天気のロッド。これはあれですね。魔力上がるから。いいね。これはダメ。よし。やった。回復のツボ。レオノーラなぁ、魔力低くてなぁ、全然ダメだな。うん、全然ダメじゃ当たらない。いやー、スローがうっとうしい。
し。お、これは神官様たちが施した障壁です。で、本当の通路はこちらです。なるほどね。どうしよう。多分まだああいう隠し通路ありそうですよね。よし、入った。へい。死んでなければ OK。 やっぱあった。やっぱブレイクでしょう。アースピル。あと一体。あの奥の嫌いなんだよな。ここまで減らしたらもう普通に魔法打った方がいいか。うん、全部魔法だけど。ファイラーとか打った方がいいで。よし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 。月の影響でな、黒魔法の威力下がってっからな。このパーティーにはちょっと面倒ですね。物理攻撃下げられちゃうのは全然問題ないんだけど。バーサク覚えた。いらねえ。このパーティーに置いてはいらねえ。お。トーマの雫。あ、反対側も。見に行こう。あの宝箱気になる。とりあえずブレイクで数を減らそう。よし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 。やべ。あ、そんなにいればいいや。よしよしよし。レオノーラの根拠はいい削りになってるね。お、結構残ったね。よし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 、いいぞ。反対に打ってもこの威力。姿勢が低いからな。やっぱ基本的にはね、白魔導士型なんですよね。その白魔法すら満足に覚えてるかどうかちょっと危ういところがあるけど。あ、入んねえな。サイレス、これは痛いよ。ボーション当ててない、オッケー。
魔導士のローブ。いいね。ファルムはどんどん知性上げなきゃ。 MP ねえ。 MP がねえよ。これポッチ回復してもな。ちょっと戻った時にあれだよね、回復の座ったよね。あれで回復しよう。いやー入んないね。無事に。あーっと弓で勝てるでしょう。ダンシングだが欲しいな、このパーティー。はい。敵出ること？とりあえず数減らす。よし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 。うん、レベルもしっかり上がっていく。チャレンジダンジョン攻略するの大体30は欲しいからね。これめんどくせえな。MP が完全に好きだったな。弓って多分戦えると思うんだけどさ。間違った。時には逃げることもありでございます。多分。ここで回復をして、OK。そうか、クアールと違って、反撃であれやってこないよね。いやー呪いのせいで弱い。よしよし。いやーパロムが頼もしいって思える時代が来るとはね。いやまあもともと FF4なんつうの、本編の方でも、パルムは十分優秀な魔法使いでしたけど。黒魔法とか覚えるレベルに関しては確かリディアより、早いんじゃないっけか。全体的に。あいつは焼こう。あ、逃げた。逃げやがった。まあいいんだけどさ。楽だから。よしよし。お。いたぞ！パルム。くそ。装備を外して追ってきやがったか。装備外してるんだったら別に敵じゃなくね。
りあえず回復。車ホイールが下がってるままっていうのも嫌だから削れ替えよう。満月最高だね。あーでもこの後のボス戦考えるとどうだ。まあいいや、なんとかなるでしょ。このエリアの宝は確かどっかにあった気がするな。ちょっと待って、めんどくさいから逃げる。これ取って、エーテルドライ。真ん中の兵。ここまでだな。え？追っ手の数を考えてみろ。俺たちの魔力も無限じゃない。数で押されればやがて力尽きる。それが現実だ。らしくない。え？そんなのあなたらしくない。あんたに俺の何がわかるってんだ。下がれ、レオノーラ。長き封印が解けたか。ダークエルフ、俺はあの時肉体を失ったに過ぎない。だがクリスタルのおかげで復活できた。あの嫌な音もない。今度こそ永遠の命が手に入る。さてと、ダークエルフ戦。とりあえず、スローをかけて、攻撃のペースを落としましょうか。で、あと、攻撃魔法でガンガン攻める。あ、しまった。フォロー、あ、パロムに、あれだ、ルビーの指輪つけるの忘れてた。回復ペース早いかな。回復量は300、あ、2発ぐらいはいけるな。うん、あまり MP 無駄遣いしないでいこう。よしよし、いい火力。レオノーラは大丈夫。はい、消しといてよかった。ならば姿を変えるしかない。あ、ダークドラゴン。さてさて、効かないね。まあ、これに関してはもうお察し。パロム、魔法が通じねえ。ダイヤモンドダスト。おっと、あの音もないのに。
永遠の命が。まい。芝。ってことは。あんたは。クリスタルを渡せ。あんた、バロンの人間じゃないな。聞こえなかったか？クリスタルを渡せ。セシルはどうしてる？答える必要はない。渡すのなら、奪うだけ。簡単に言ってくれるぜ。劣等種にしては多少思慮深いようだが、己と相手の力の差を理解できないと見える。パロム、クリスタル俺に渡して、あんたは逃げろ。そんな、俺の弟子だろ。でも、心配すんな。とっておきの秘策がある。本当ですか？ああ、俺を信じろ。行け、レオノーラ。あ。クリステルを渡す気になったようだな。劣等種と言ったな。ああ。その劣等種に出し抜かれるんだよ、あんたは。どういう意味や？こういう意味さ。ブレイク！なるほど。パロム。さてと。またあの方法を使ったぞ。自らの意志でブレイク。懐かしい方法を取るね。さあ、パロムは無事なのか。クリスタルと共に石化するとはな。ならばその身を打ち砕き、クリスタルを回収するまでだ。待って！パルムに触らないで！我らが必要なのはクリスタルのみ。わかったわ。エスナ！バカ野郎！なんで戻ってきやがった？クリスタルごと石化するなんて、こんなことにされたらどうするの？そんなもん、あいつのハッタリだ。それは、あなたの方よ。そう、昔からずっと。昔？その時、オイラが得意のブリゾダで試練の山の、エンディングのあのシーンだね。いい加減しなさい。長老カンカンよ。あんた、あの時の。昔からあなたはずっとそうだった。みんなを元気づけるため、はったりばかり。それでいい。勘違いすんなよ。誰がこいつを渡すって言った？生存の可能性を自ら否定するとは理解しがたい思考だ。確かにな。神官失格だよ、こいつは。けど、俺の相棒としては合格だ。バント技、パーティクルボムが使えるようになった。しゃ。テントビジム超かっこいいからね。さあ、いよいよ。レオドーラの白魔法の道全然削っていくっていう。あいつも何もしてこない。やはりこの程度か。
ダイヤモンドダスト。レオノーラ。土のクリスタルを奪われた。待ちやがれ。貴様らにはもう用はない。畜生。どうした？パロム。パロム編、魔導士、森と水の都へ。はい、これにてパロム編が終了。またチャレンジダンジョン頑張っておきます。はい、じゃあ失礼しますね。はい、では今回はここまでにさせていただきまして、次回パート21からは、エッジ編、こちらを、攻略していきますのでよろしくお願いいたします。はい、ではファイナルファンタジー4 G アフターイヤーズ実況プレイのパート20、最後までご視聴いただければと思いました。次の動画でお待ちしております。それでは皆様のイケレナー。